あっという間。皆さん、おはようございます。今日はお盆ですね。今日からお盆です。もうお盆は人が多いので外には出かけなくって、家の中でいろんな雑用をしようと思っております。まあ、一応雑用を書き出しまして、ちょっとネイルとかファスティング、ついでにファスティングしようかなと思ってます。それからアクセサリーの整理もしたいかなと、いろいろ考えてるんです。いろいろ考えてるんですけれども、一番のメイン、まあ、あの袋ですね。袋を作ることです。なぜならば、まあ、というのは、例えば美容室でいただいた雑誌を気に入って貼り合わせて作った手作りの袋です。まあ、こういうの100円ショップに売ってますし、自宅に作るありますから、わざわざ作る必要もないんですけれども、あのオーダーいただいたワンプブーケの、ワンプブーケのサイズがビッグですね。 LL と言いますか、ちょっと規制でないわけですよね。規制で買いに行ってもそれにぴったり合う袋がないので、じゃあ作っちゃおうということで、今日それが一番のメインです。風が撫でてゆくよ、悲しい気持ちもいつか消えてしまうよ。窓を開ければ空に丸いお月様、悲しい気持ちもいつか消えてしまうよ、消えてしまうよ。雑用のメインなんか見せられても困りますよね。紙袋です。四万十バッグ、四万十川新聞バッグですね。以前に坂東のり子先生に、のりちゃんこと坂東のり子先生に教えていただきましたが、もうすっかり忘れております。段取りも悪いし、すごく時間がかかってしまいました。こちらの動画、ちょっとでも1ミリでもよかったらグッとボタンと、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。あっという間に。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。